これ完成です。はい、完成。どうと、これむ。車内からもこんな感じ。天気良ければ最高。ただ今日は寒くて1ミリも外に出たくないって感じ。もっと風邪ひいても大変だしね。まあとりあえずお父ちゃん無事手術も終わって、うん、もう結構経つよね。今日何日？ 20?4日に手術したんだ。そうだよね。だからもう20日ぐらい経ってんだよね、うんうん、どうだった手術？あれは検査だね。だから膀胱の中のがんを書き出して、うん、どこまで進行してるか見ただけ。でもあれも全然痛くなかった。全身麻酔で、うん、大きく息吸って息吸って2回ぐらい覚えてるけど、うん、その後は、はい終わりました、お医者さん起きてって言うまで気づかなかった痛くも痒くもない、ね、でもその後があれだったじゃん、もう管だらけでね、全身ね。僕の場合はさ、血液サラサラにする薬やめたとかなんかで、凝固が飛んで脳血栓とか脳梗塞とか心梗塞とか起こす可能性があるから、うん、がんは筋肉まではいってなかったんだよね。ただ範囲が広いから、うんうん、まあ、今後のね診察は慎重にしていきましょうってね。で抗がん剤もその手術の時だけ書き出した。あとは抗がん剤で治療をして、うん、でその後も抗がん剤やるのかと思ったら BCG っていうのをやるってね、うん、でそれは要するに私たちが子供の頃に打った注射、うん、あの結核の予防接種受けたじゃん、あれらしいんだよね。え先生に BCG ってあの注射の BCG 予防接種の BCG と同じって言ったら、そうって言って、要するに結核の菌それを膀胱に注入してこう治していくっていうんだよね、うん、でそれをワンクール、まあ、6から8、1週間に一遍だから、まあ、6週か8週ぐらいワンクールがね、うんうん、で今回1回目やってきたんだよね、その BCG をね、うんうん、なかなかなんちゅうの血尿は止まらなかったんだけど、うんうん、もうほとんど血が出なくなって、うんでうん、やるって言ったからさ、うん、先週からね始めたんだよね、うん、びっくりして今日からって言ったけどこれも痛くも痒くもない、ね、膀胱に BCG をなんか注入して、うん、それも痛くもない痒くもない、うん、麻酔なしでしょ。麻酔なんか何にもないよ、うん、そのままシュッて入れてで2時間おしっこ我慢してくださいって言うかな、うん、要するに菌だからね BCG ってね、うん、要するに結核の菌ってことでしょ。なんか痛いのかと思って。要するに それが外に飛散しちゃいけないんだよね。だから2時間おしっこを我慢してくださいって言われて、それを
まあ、病院で出してそれを消毒をして捨てるんだよね。来週からうちでいいんでしょ。うん、うちでいいって、うん、うちで、まあ、おしっこをちゃんと容器に取ってそれを、まあ、要するに家でいうキッチンハイターみたいなブリーチみたいなああいうものでこう殺菌して殺菌して、うん、でそれをトイレに流すと、うん、その後も全然平気だよね。うん、平気だから。今回の手術何回も言うけど痛くも痒くもないんだよ。ただ手術終わってからがね、僕の場合、うん、透析マーク血栓があるから、うん、いろんなね管をチューブにつながれてね、それと検査がね、うん、長かったから、うん、普通の人はないんでしょ。普通の人はそこまでしないでしょ、ねえ、うん、まあ、膀胱がんって気しないんだよ。しないの。まあそれならよかった。でほらその BCG もさ、うん、いろいろ副作用があるって言われて、まあ代表的な副作用が関節の痛みとか熱、発熱、うん、それも全くないでしょ。何にもない。どうしちゃったんだろう、うん、まあだからそれに越したことはないからね。ただ膀胱がんは調べると再発率がものすごく高いんだよね、うん、まあクリニックで透析やってる時に見てくれるだろうし、泌尿器科もあるんだよね、あのクリニックね、うんうん、今お父が行ってる透析の病院は泌尿器科に今特化してる、たまたまね病院だから、だから全然安心、うん、で本当だったら普通の透析患者だったらその今行ってるクリニックで手術もできたんだけど、心臓の問題があるから日医大の方に、そうそうそう、血栓が飛ぶといけないって、ね、それだけだよね、うん、普通の人はもっと楽かもしれないね、うん、まあ楽ってことはないと思うけどね、がんだし一応何回も言うようだよ。痛くも痒くもないんだから。何回やってもいい感じだよ。ああそういうこと言ってると本当になるよ、うん、でもこの実際何回も何回もやってる人いるから、うん、だから BCG を毎年のようにやってるとか、あとはその膀胱がん の, その手術出す手術を毎年のようにやってるとかさ、そういう人もこうネットで見るとねいるから、だから再発率が高いみたいよ。その代わり膀胱がんは血尿ってい う, こう合図があるから早期発見なんだよね。しやすいよね、うん、先生にいつも聞くの忘れちゃうんだけど、がんってほらレベル 1から0からレベル4とかになるとほらもうちょっと末期だとかねあるじゃない、そういうランキングみたいな、ランクみたいなのが、それをいつも聞くの忘れちゃうんだけど、うん、どれぐらいの位置なのかなって。まあ手術はさ、まあ、全身麻酔でね、怒んないルーちゃん、パパボール取んないよ。何そんな怒ってんの。怒ってんの。今日は何？デイキャンプだけど。デイキャンプで七輪 で焼肉と、この間焼肉やった残りと、あとししゃもがあったからししゃも持ってきて、で、まあ、冷蔵庫にあった餃子持ってきて、ご飯も炊けるようにして餃子にしようかなと思ったんだけど、寒いんだよね。寒い今日は本当に。昨日は暖かかったね。2度はやっぱ寒いよ。寒い、うん、これついてるの。ついてるよ。なんかこの中は暖かいよ、うんうん、ちゃんとドアも何にも音しないから分かんないんだよ。いや音してるよ。してるって、うん、今日は絶対来ないよね、寒いから、うん、だってさ、ここは小海川リバーサイドパークっていうところの取手市にあるね、うちからまあ1時間弱だよね。市役所の方に連絡をして、なんかそういう係があるんだけどね、ホームページに出てるんだけど、デイキャンプしたいんですけどって言ったら、まあ名前と電話番号ぐらいで、ここ誰でも無料で使えるんだけど、入り口も分かりづらいからね、そんなの親切に教えてくれて、で米やってきた場合は何仕切りとかそういうのないんで、皆さんで譲り合いでご使用くださいねって言われたけど、混み合うも何も誰もいないね。今日は寒いし雨も降ってるからね。でもいいよね、ここ静か、本当に静か。何の音、外か、外のなんかの音。
1台ハイエースが止まってるけど、あとさっきパックドラクラフトかやってるお兄さんいたけどね、さすがに川にちょっと出て寒いよ、ちょっと出てちょっと釣りっぽいことやってたけど、もう30分もしないで上がって帰っちゃったね。10分ぐらいで早いの？10分ぐらいかもしれないね。ものすごい寒いもんね。だから多分ここはそんなこともできるんだろうね。ここからさ、ここから船を下ろせるようになっててね、うん、コンクリートみたいになっててね、この川をね、そういう船とか持ってる人は出て遊べるんだろうね。うん。小海川。小海川。うん。最初私尾身川だと思ってたけど、小海川だった。海だった。見るじゃなくて。ね、いいよなこの子。これ天気良かったらいっぱいだろうね。うん、そうだね、ここはね。絶対いっぱいだと思うよ。これ桜？周り。桜じゃない？ああ、もうその時はもう来れないよ。いっぱいで。せっかく来たからね。さあ、じゃあ、ビールでも飲みますか？うん。もちろんノンアルですけど。ちょっと足、どうしよう。もちろんノンアルですけどね。買ってきたの？そんなの。違う、昨日スーパー行った時に見つけたのよ。いいの、面白そうなの。あ、アボカド忘れちゃった。あ、ポン酢だこれ。アボカド、昨日の夕飯。ポン酢はちょっと飲めないよ。ポン酢は飲めないよね。お、待って。忘れた、ビール。ちょっと待って。なんだよ。完璧忘れたね。ある冷蔵庫に入れてないだけ。そうだ、冷蔵庫に入れてないだけ。あ、ちゃんとアボカドも、まあ寒かったから大丈夫だよね、車の中。全然寒いもん。焦ったー。これよ、これグラスあんの？あるよ、グラス。ドライゼロ、うん、ノンアルコールビールの泡ジョッキ缶。面白そうでしょ。まあ、面白いとかそういうことにお父ちゃんはあんまり興味がないだろうけどね。まあ、要するに何でもいいんでしょ、とは、どの場合。グラスだけは透き通ってる。ああ、グラスだけね。さあ、どんな感じかな。ちょっと開けてみよう、これ。昨日ね、スーパーで買った時に、こう、6缶パックになってんじゃん。それの端っこが切れてて、ガラガラガラって落っことしたわけよ。まあでもそれからだいぶ経ってるから。はい。早く捨てよ、こうやって。ちょ、待ってよ、ほら、この泡の感じをさ。そう、はい、乾杯。いくよ。あ、これ入れちゃえば一緒だね。ほら、生ビールみたいでしょうよ。ね？うまいこと作るもんだね。はい、お疲れ。ビールだね。これは間違いなくね。さすがにね、この間入院した時に注意事項に書いてあったけど、ノンアルコールのお酒も持ち込んじゃダメって書いてあった、病院。でもさ、こう電キャンプでもこういう飲み物があるのは助かるよ。そうだね、うん、だってやっぱりさ、せっかくさ外出てさ、なんかちょっと飲みたくなるよね、うん、バーベキュー的なことしたらさ、飲みたくなるじゃん。この間行ったとこどこだっけ。この間行ったところはそこだよ、柏とか。あっちの方じゃなかった？柏ってここじゃないの？ここ鳥で。ややこしいね。ややこしくない、全然違うから。あれもさ、うん、夜ライトアップしちゃって、うん、綺麗だったね。綺麗だったね。あれは何？神津桜？あれは神津桜。満開じゃなくて七分咲きぐらいかな。でも綺麗だね。
綺麗です。ここは何だろう。ここはソメイヨシノでしょ。吉野かね、うん、吉野だよ。なんだよ吉野って、うん、あ、そういえばさ、私さ YouTube でさ、こう寝る前とかもさ、もうそのまま自分で洗濯もせず流しっぱなしで見てるんだけど、やっぱり防災グッズとか防災のこととかよく見るからさ、うん、そういう YouTube が流れてくるわけよ。で言ってたんだけど、今すごいんだってよ、買い占め。何のこの辺、要するに千葉県が土地を、土地じゃない、あの物資、例えばトイレットペーパーとか水とか、うん、要するに防災に備えて、うん、でね、ついこの間も大網白里だったかな、海沿いの町で大規模な防災訓練やったりね。最近ここら辺地震多いじゃない、茨城とか千葉とか。それでなんかすっごい買い占めが始まってるんだって。でその大網白里もその防災訓練が終わった後、町ぐるみで防災訓練やったんじゃない、やっぱほら海沿いだから。その後にみんなやっぱり防災意識高まるわけじゃん。そうすると それでその足でみんな水買いに行ったり、もう水なんか一切なくなったで、一時期あの東日本大震災の時みたいに。でもさ、私たちも今ここでね、もし地震が起きたとしても、うん、大丈夫だよね。大丈夫っていうか、防災を中心にキャンプ始めたから。そうだね、そうだね、もともとがね、うん、もともとキャンプ始めるつもりじゃなかった、うん、そうだよ、私はいやいや連れてかされてたんだもんね、うん、何かあった時にテントぐらい張れるぐらいの気持ちでやんなきゃいけないっていうのが最初の始まりだったから、まあ 2,3 日は外で過ごせられるようにね、うんうんうん、それが逆にキャンプになって、キャンプになっちゃったんだよね。もともと車小さかったから、うん、車の中で車中泊できると思わなかったから、今は大きくなったから大きくしたからかな。ビッツかなんか乗ってたもんね、あの時ね、うん、ちょうどね、東日本大震災あれは無理だったからね、うん、でもあれでさ、車中泊してたよね、あの会津とか行って。してたけど、しんどい、しんどかった、ね、しんどい。その時は前の犬、チャッピーがいてね。20年もよく生きたね、あの犬は、うん、本当に健康だったね、うん、ただね、まあヘルニアになっちゃったりしたけどね。あれ、キャンプ行って治ったよ。そうだよね、キャンプに連れてったら一瞬で治ったよね、うん、もうさ、抱きかかえるのもさ、キャンキャン泣いて痛がってたんだけど、置いていくわけにいかないから連れてったらさ、キャンプ場を連れてったらわーって走り出したんだよね。ストレス溜まってたんだよ。ストレスかな、あれ、うん、いっぺん治ったらびっくりこいたね。そうだよ、その痛がり始めてからもう私ずっと電気とか動物病院通ってたんだもん、うん、だから雰囲気変えるって大事だね、うん、よっぽどストレス。俺もそうよ。俺もね、うん、俺もだから長生きするかね、多分ね、うん、でもさっき言ってたじゃん、昨日の夢、死んだお父の友達がいっぱい出てきた夢。迎えに来たんじゃない、迎えに来たのか。何だったんだか覚えてない。でそんな話したらでっかい仏壇の看板が出てきてね。さあ、ほい、はい、ミニキッチンやりますよ、ここで。あ、わかった。ルックは、さあ、今日のデイキャンプはこれがやるです。もうさ、いつ雨降ってくるかわかんないからさ、テーブルも使い倒したね。どうでもいいけど。はい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 。よし。やっぱりさ、中で餃子はやりたくないからね。さすがにこんなにボロ車でも。餃子は外だね。寒くない？あ、マルチグリドル、マルチグリドル、
成です。ここで餃子焼いていきましょう。で、キッチンツールは全部こんな感じ。これをほら、賞味期限も長いからさ、あの非常食とかにいいと思って、多分ね、突っ込んであるんです。あと私のほら、おやついつもいつお腹空いてもいい。このこと。ご飯も炊く？ご飯いらない？餃子だけでいいの？まだビールある。そうそう、ナポリタンもなぜか。パスタがあれば。いつでもナポリタン、いつでもナポリタンです。よし、雨降ってないの？雨降ってんのかな。なんかパラパラさ降ってきたり止んだり、晴れたりとか、うんうん、そんな天気。はい、今日はこれ、うん、羽付き餃子。もうちょっとしたら本格的に生まれる。そう、この液体を広げて餃子をのせるだけ。簡単だね。ちょっとマルチグリドルだとあれかな、まっすぐ焼けないかな。これ全部焼いちゃっていいでしょ。全部焼いちゃって、うん、よくはこっから餃子を見てて。あ、いいね、るっちゃん、お外見えていいね。水なし、蓋なしだからね、これね。本当かな、ちょっと広げすぎたかな。はい、たうまるくん、火の勢い強いからね。さあ、餃子だよ、るっちゃん。るっちゃんは食べれないけど、餃子だよ。すごい、これペラって剥がせんだ。超お手入れも超簡単じゃん。いい感じに仕上がりましたよ。もうできたの？もうできる。もういいかなっていうぐらい。いやー、なにこれ、おいしそう。どうやってこれ、これ普通フライパンだったらさ、おお、ほほ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 ほ、映ってるこれ、超美味しそうなんだけど。完成です。おお、羽根餃子じゃん。でしょ。はい、完成。どうと、これ。これ、普通のやつよりいいよ。ねえ。上手に焼けてる。上手に焼けてる。私が家でいつもやってるより上手に焼けてるよね。マルチグリドルがいいの？もう、ちょっぱりぽっぱりのね。よし、食べよう。値段は？300円ぐらいかな？いや、200、300円しない感じ、200いくら。この方がいいよ。ねえ。で、今日は私は好きなのはミツカンのね、ノーマルポン酢が一番好きなんだけど、まあ、今日は妥協してお父ちゃんが柚子のね、降りて、はい、お父、召し上がれ。生ビールもある。生ビールもあるよ、まだ。
まだまだありますよ、生ビール。いただきます。わあ、美味しそうだね。これ蓋もいらないの本当に。あ、音を取り皿欲しいか。美味しい、パリパリ、うん、美味しいね。よくこんな何羽餃子みたいにできるね。まあ、なんだからあの最初に引く液体が優秀なんだよ。うんうん、やっぱ海ビール最高だね。餃子自体はまあ普通、あんとかはね。でもお手軽だし、パリパリがいいね。で、ポン酢も美味しいね。簡単で。お家でも買ってくるね、今度これね、うん。私いつもさ、冷凍餃子。あれも簡単なんだけど、こっちの方がいいわ、このチルドっぽいやつ。これどこで買うの？スーパー？これスーパー、普通に。やっぱさ、餃子ってさ、うん、もう味ももちろんだけど見栄えだよね。こう焼き上がった後の見栄えが美味しそうだったら美味しく感じるよね。いいじゃん、この後ろの外キッチンシステム。いいよ、雨降っても大丈夫だ、大丈夫だし。でこうやってさ喋りながらもできるじゃん、うん、ね、うん、これいい方法を見つけたね。まあでもセリラの時よくやったじゃん、後ろで。これ広いからさ、うん、そうだね、うん、あ、そうね、ハッチドアがね、後ろのね、うん、ドアが広いから、うん、ただ一個気をつけなきゃいけないのは、雨の日にこれをずっと上げっぱなしにして、私はバケツの水ひっくり返したような、それ何でやったんだっけ、キャラバンでやったんだっけ、セレナの時だっけ。キャンプ場でね、お雨降ってる時にさ、あれは見えないからさ、後ろのドア開けてさ、なんかやったんだよね。それでいざ閉めるときに、ただでさ雨降っててさバタバタしてんのにさ、あの後ろのドアに溜まってた水をさ頭からもろかぶったんだよね。もう笑うしかなかったよね、あれね。ねえ母ちゃん、ビール飲む？うん、うん、ノンアルコールビール、はい。やっぱりさ生ビールは泡だよね。あの洗浄してないビールサーバーと洗浄してるビールサーバーのあの味の違いね。一応、うん、ビールマイスターみたいなのも持ってたからね、朝日の以前、うん、朝日のね、洗浄したてのサーバーのビールは死ぬほどうまいよね。あれはビール飲まない人間でも美味しいと思うよね。あのパイプの洗浄だけで泡が全然違うよね。違う、うん、細かくなる、うん、細かくなる。でクリーミーになる、うん、一晩置いといちゃダメだよね。ダメだね、毎日だよ、毎日ビールサーバーの洗浄は。あれを怠ると泡が荒くなる、うんうん、臭くなるよね、ビールはね。朝日のさ、うん、スーパードライ専門の、うん、そういうとこあるもんね、うん、生ビール飲んだの、うん、めっちゃくちゃうまかったね。うん、やっぱりなんでこれ違うのって言ったら洗浄だっつ、それだけだっつ。はあ、これだったら餃子何個でも食える、ね、食べれるね。ご飯炊こうと思ってたけどご飯いらないね、うん、美味しかった、全部あっという間に完食しちゃったね、うん、このほら、パリパリ食べなさい、ループ、はい、今度さ、中華のレパートリーやった時にさ、うん、これ加えてもいいぐらい。あ、そうだね、簡単だしね、うん、ご飯いらないよ、うん、チャーハン食べたいよ。やっぱ炭水化物はちょっと食べたいな、私は。今日はさ、さっきマックとかいろいろ食べてるからさ、何気に食べてるからね、私たちっていうか私。
さあさあ、一周も簡単でいいよ。ふっく、一回り大きくなったみたいだね。はい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 。はい、いるよ、パパいるよ。ほいほいほい。車間違えないでください。はい、綺麗になってきました。帰ってきましたよ、るっちゃん。ほら、見せて、ママに手。あんなに汚かったのに綺麗になった。いい匂いする。いい匂いする。ああ、よかった。ルーちゃん、綺麗になってよかったね。